今日は煙突町のプペルを話します。お願いします。いつもあの著作権切れたやつを言ってるんだけども、これについてはキングコングの西野さんが、ウェブ上に無料公開してて誰でもタダで読めると、でしかも基本著作権フリーというふうにしてるんで、なんかまあ著作権全くもなんかないわけじゃないんだけど、まあその西野さんがなあなあにしてる、だから基本こういうなんか全部内容を言っても多分大丈夫、これは作者はその、お笑い芸人の西野さんっていうことね、絵本、あ絵本、煙突町のプペルで、でなんと今週末、映画が上映されると、あそうなんだ、やつです、すごい、なのでまあせっかくなんでたまにはこういうのもいいかなと思って、全然違うテイストやん、そう今までの明治の文豪とは違うんだけど、まあでもね、そう同じフォーマットっていうか我々のやり方で紹介できるやつだからやってみようかなと思ってます。はい、わかりました。で、これなんかその無料でも読めるんだけど、Amazon で2200円でも買えると。絵本ってその内容だけは知りたいんじゃなくて、物として持っときたいっていう人が結構いるから、それで買う人がいると。ちっちゃい子向け用に、そうそうそう、読み聞かせでみたいな。そうそうそう。でなんか60万部出てるんだって。すごいね。なんか絵本って5000部でヒットなんだ、だからめちゃくちゃ売れてる。めちゃくちゃ売れてるじゃん。だけど俺も読んだことなかったし、読んだこともまだ。そうね。もう本当名前しか知らない。そうね、名前は知ってるけど読んだことはないというので、まあその映画見る前の予習みたいな感じで聞いてもらえればなと思います。はい。でまずこの物語の舞台なんだけど、その4000メートルに崖に囲まれてる外の世界を知らない街。っていうのが舞台になってると。で、要は三方が崖に囲まれてて、でもう一個は海っていう状態で、で完全に外から隔離されてるような街なの。でそこで煙突がいっぱいあって、で煙突からもくもく煙が出てて、で空がその煙で覆われちゃってて、で空も青空が見えない、だから星も見えないみたいな、そういう街が舞台なので、でそれでちょうどそれがハロウィーンの夜が物語の始まりで、でハロウィンの夜になんか空をかけてる配達員、なんか空飛んでいろんな配達をしてるって配達員だったんだけど、でその人がなんか心臓を運んでたんだけど、その心臓を落としちゃったっていうところから始まるのね、これ大丈夫、ホラーホラーではない、楽しい可愛らしい絵とともに空描いてある。ああ、その心臓もなんかすごい可愛い感じで描いてある、ね。そう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 。可愛らしい配達員がわーっと落っことしちゃうと。でそれが落っこってでゴミ山に落ちると。でそしたらその心臓を中心にゴミがバーって集まって、でゴミ人間が出来上がる。あ、なんか不思議な力で。そう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 。ファンタジーだからこれ。っていうでそのゴミ人間ができるんだけど、当然体ゴミでできてるからすごい汚くて、で臭いのよ、でゴミ人間がまあとりあえず町に行ってみようって言うんで町に行ってみるわけよ、でその町行ったら町はなんか化け物だらけの、なんかかぼちゃのお化けとか、魔女とか、フランケンシュタインとかがこうカッポしてるような町で、ですごい化け物だらけだみたいになって、でゴミ人間もそいつらに「あなんかあゴミ人間だ」みたいに言われて、で一緒におやつをもらいに行こうって言われるのよ、人間に、いやだからそのフランケンシュタインとか魔女とかかぼちゃのお化けに、でそいつらと一緒にいろんな家行って、トリックオアトリートって言ってお菓子もらうと、人間はいる、人間の家に、そのお菓子もらいに行って、でお菓子もらうと、でそれ大人、相手が大人だったらお菓子もらうし、もし子供だったらなんかそのゴミ人間が風船を膨らませるして渡してあげるみたいなことやってて、でなんかゴミ人間が膨らませた風船はなんかプカプカ浮かぶのよ、だからなんか子供すごい喜んで、でそれをあげたりとかしていろいろ回ってて楽しんで、でその夜は一旦終わりで、で楽しかったねみたいな、でゴミ人間が言うわけよ、すごい楽しかったから明日もまたやろうっていうわけよ、だけど他の人たちは今日でもうハロウィン終わりだから、まあ明日とかそういうのないんだよって言うわけよ、1年に1回みたいな、そう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 、お祭りじゃあねって言って、でみんな帰り支度し始めるの、でそのかぼちゃのお化けとか魔女とかがこうベリベリって取る、ただ中からこうマスクをしてた、そうそうそう、男の子とか女の子でって、要はただの仮装してただけの人間だったのよ、そういうこと、
なんだ、なんかファンタジーの世界だから、うん、本当にそういう世界観なのかなって思ったら、そうそうそう、そうじゃなくて、で、そう、うん、実は違ったみたいな話になって、うん、でその一緒にいたなんか男の子がアントニオっていう男の子がいて、うん、あと女の子レベッカっていう女の子がいたんだけど、うん、でそのアントニオがゴミ人間お前もそろそろもう脱げよってわけよ、うん、でレベッカもそうよあんたそんな臭いのもう嫌だろうから早く脱いだらって言ってこう取ろうとすんのよ、うん、たら取れない、そうだね、あれみたいになってうわーってなって、うん、キャーってなってこれ本物みたいになっちゃうわけよ、うん、でこう街中が大騒ぎになっちゃうわけよ、うん、なんか本当の化け物がいたみたいな感じになって、あ、じゃあやっぱりいないんだね、そう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 、本当はその世界に普通の人間しかいない世界だったわけよ、うんうん、でまあ、要は化け物扱いされて、うん、でみんなに散々言われて、うん、でゴミ人間も逃げ帰っちゃうわけよ、うん、でこうとぼとぼ歩いてたらなんか少年が話しかけてくれるのよ、で君が噂のゴミ人間かって、でその話しかけてくれた男の子もなんか真っ黒のすすだらけの子で、で自己紹介するんだけど、で僕はルビッチと言って、うん、煙突掃除をしてる少年だという話をするのよ、うん、で君の名前はって聞くわけよ、ところがゴミ人間は自分の名前が分かんないから自分の名前答えられないのよ、うん、だからそしたらルビッチがじゃあ名前をあげようって言って、うん、でちょうどその日ハロウィンだったからじゃあハロウィンプペルって名前にしようというふうに言って、うん、で君何してんのって聞いたら、いや実は全然みんなが遊んでくれないんだというわけよ、うん、でまあ確かに君すごいし汚いし臭いからねってわけよ、でひどい言いようだなってこうプペルがルビッチに返すわけよ、うんうん君もまあまあ汚いんじゃないかと、うん、そしたらルビッチがいやそれはしょうがないんだ仕事帰りだから、ちょ、喋れる、あ、ごめんね、喋れるよ当然ナチュラルに会話してるからなんかさっきも風船渡すだけだったけどさ、うん、ごめんね、喋れます、うん、完全なる知能お持ちですでも誰と誰がしゃ、まあ、ごめん人間しかいないなって感じだったけどそういうことね、会話もできるのね、そう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 、うん、でそのゴミ人間のプペルが聞くわけよ、うん、でもその煙突掃除って基本大人の仕事のはずなのに、うん、なんで君みたいな少年がやってんのと、うん、言ったら少年がいや実はお父さんがいないんだという話をして、でそれはともかくとしてもう君すごい臭いからうちに来て体洗った方がいいよって言うわけよ、うん、だからゴミ人間さっきまですごいのけものにされてたからいいのって感じでじゃあ一緒に行こうって話になるわけよ、うん、でもそのゴミ人間は他の人間たちはすごい避けるのに君はなんか僕のことあんま避けないねって聞くわけよ、うん、とルビッチがうんなんかすごい君から懐かしい匂いが した気がして親近感じゃないけど、うん、避けられなかったんだみたいな、もしかしてこの前捨てた俺のパンツがゴミ山に捨てられてその一部が君の体の一部になってんのかもしれないねみたいなことを言って、うん、それでもよく想像したらあれだけどねどういうことみたいな、まあまあね、うん、で一緒に家帰るわけよ、うん、でまあ洗ったわけよ、そしたらなんか周りの匂いはまあまあマシになったわけよ、うん、でもなんか口臭はどうかなみたいな話で口がまだ臭いまんまじゃんじゃないかなみたいな、うん、でゴミ人間がふーってやったらやっぱりすごい臭いわけよ、うん、でも君のなんかもう息ってもうほとんどガスみたいな感じだねみたいなこと言って、うん、わーって笑って、うん、でまあそんな感じで仲良くなったわけ、うん、2人が。でまあプペルは帰っていったんだけど、ルビッチがその後お母さんにその日の夜なんかゴミ人間と遊んでたみたいねみたいなのを聞かれるわけよ、うん、だからルビッチがいやなんかみんなすごい怖がってるけどあいつそんな悪いやつじゃないよみたいな、うん、大丈夫だよみたいな話をするわけよ。だからなんかお母さんが変わった人と付き合うのか好奇心が旺盛なのはまあ、父ちゃん譲りねみたいな話をするわけよ、うん、でそういえばみたいな話で そこでルビッチのお父さんの話になるんだけど、ルビッチのお父さんはその町で唯一の漁師さんだったのよ。要はその町って三方崖に囲われてて一方が海なのね、うん、でだから海行こうと思えば行けるんだけど、なんかその海には魔物がいるってみんな信じてて、うん、でしかも海に行くことは禁じられてたの。あ、そうなんだ。本当は行っちゃいけないってことになってて、うん、だけどお父さんは漁師やってて、で去年の冬になんか波に飲まれちゃって、うん、で死んじゃったのよ、うん、でボロボロになった船だけが浜に帰ってきて、うん、っていう状態だったわけよ。で要は町の人たちはなんつうかもともと禁じられてることをやってたから、まあ、自業自得だみたいな感じになってた。でまあそういうお父さんだったわけよ。だからまあすごい好奇心旺盛で海とか行っちゃう感じのお父さんで、うん、でまあルビッチもその好奇心旺盛なのをお父さん譲りねみたいな
話で、でルビッチがそのお母さんに、お母さんはお父さんのどこが好きだったのって聞くわけよ。で、まあ可愛いところがあったところかなみたいな言って、すごい照れ屋で、で嬉しい時があるとなんか人差し指で鼻の下をこする癖とかがあって、まあ、そんなん可愛かったなみたいな話をしてるわけよ、うん、で、まあ、それでその場面一旦終わって、で次がその煙突の上に一緒にルビッチとプペルがゴミ人間が登っていくシーンに変わってって、うん、まあ仲良くなったからそんなんやってんだけど、うん、でルビッチがそのプペルに、なんかこの煙突たまに突風が吹くから、うん、なんか物とか落としちゃったりするからすごい気をつけないよっていうのに、うん、たらそのプペルが急に何か物を落としたことがあるのって聞くわけよ。そしたらルビッチが、前ペンダントを落としちゃったことがあるんだと、で銀のペンダント でそこにあのお父さんの写真が あったんだと、でそれが唯一のお父さんの写真だったから、あのすごい悲しくて探したんだけど全然見つからなかったと、うん、でおそらくそのドブ川に落っこってそのまま川流れちゃっちゃったんじゃないかなと思うと、でまあそんなんがあったから気をつけないよという話をするわけよ。で煙突登り切って、で2人でこう上を見ながらルビッチがその星って知ってる、うん、で要はその町ってみんな星見たことないから知らないわけよ。煙があるから、そうそうそう、煙があるから、うん、星見えなくて星を見たことがないんで、うん、それぐらい煙がすごいっていう感じなんだ。そう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 。でだけどルビッチのお父さん漁師だったから、うん、その漁に出て遠い海の先に行ったことがあって、うん、そしたらそこには煙がもうなくて、うん、で夜その満天の星空を見たことがあって、うん、で星ってものがあるんだっていうのをルビッチのお父さん知ってて、で当然それを聞いててルビッチは知ってたわけよ。だから父ちゃんは遠くの海で星を見たんだと、うん、で父ちゃんに星どうやったらそんな星が見れるのというふうに聞いたら、父ちゃんは信じ抜くんだ、たとえ一人になってもっていうのを教えてくれたと、うん、だからその言葉をまあ胸に刻んで覚えてるみたいな感じだったわけよ。でまたな、その仲良くなったからまた一緒に遊びに行ったりするわけよ。だけど前体洗ったのにまた臭くなってんのよ、うん、そのゴミ人間が、うん、また臭くなってんじゃんみたいな話になってじゃあ洗おう、ルビッチの家行ってゴミ人間プペルの体洗って、でその時は綺麗になるんだけど、次の日になるとまた臭くなってんのよ、うん、だから毎回それを洗うみたいな日々を繰り返してたのね、うん、でそんな日々が続いてたら、なんかそのある日なんかプペルが左耳が取れちゃったのよ。でどうしたのみたいな話になるじゃん。だからなんか左耳が聞こえなくなっちゃったんだと、左耳取れたら、うん、話で、だルビッチはあもうアントニオの仕業だねと、あの一番最初一緒にお化けの格好してた男の子なんだけど、うん、まあその子が、まあ、いじめっ子みたいな感じで、うん、で要はゴミ人間みたいな感じで多分なんか、まあ、最初びっくりして逃げたから、そう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 、いじったりなんかして、うん、で多分なんかこう取っちゃったんだろうなみたいな感じになったわけよ、うん、そんなことを言ってたら、その次の日ルビッチが歩いてたら、そのアントニオたちの一味が現れて、でルビッチが囲まれるのよ。なんかお前最近ゴミ人間と仲良くしてるらしいのよ、うん、何それって感じで、うん、なんで仲良くしてんの、あんな気持ち悪いやつと、うん、っていうふうに言われて、いや気持ち悪くないよというふうに言うんだけど、たらなんかそのデニスってやつがいて、そのデニスが風邪になったんだと、でおそらくそれはゴミ人間が持ってるバイキンがデニスに移ったから、あいつは病気になったんじゃないかみたいな。でゴミ人間っていうのはなんか変なものを撒き散らしてる嫌なやつなんだみたいなこと言うわけよ、うん、そんなことないってルビッチ言うんだけど、でも本当かみたいな、で会うたんび臭くなってるじゃないかと、うん、で確かにルビッチはその毎日洗ってもすぐ臭くなってるから何も言い返せないわけよ、うん、でグーってなってて、でそのアントニオがルビッチに、お前ももうゴミ人間と遊んでんじゃなくて俺たちと遊ぼうぜと、こっちへ来いよ、うん、いうわけよ。まあそんなことがあったからとぼとぼ歩いてるわけよルビッチが、うん、そしたらこうプペルがまた遊ぼうよみたいな感じで会うわけよ、うんうん、だけどもう君とは遊べないって言って、悲しい、うん、そう悲しいっていうのがあって、うん、で何日か経ったある夜、ルビッチの窓をコンコンって叩く音がして、うん、何だろうと思ったら外にプペルがいたわけよ、うん、ゴミ人間なんだけど様子がすごい変わってて、片腕がなくなってて、でしかも体がドス黒くなってる、うん、でどうしたのって聞くんだけど、急ごう早くとか言うわけよ。でえみたいな、でもとにかくまあついてって、うん、どうしたのっていうのたら、なんか僕の命が取られる前に急がなきゃとか言って、うん、テク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 溢れてるわけよ、うん、でまあルビッチじゃないか分かんないから、うん、みたいな感じでとにかくついていくわけよ、うん、でついていった先どこだったかっていうと、まあ、砂浜だったんだよね。砂浜、そう、海の近く、うん、行けない、そう行っちゃいけない、
で、うん、そこに船があって、うん、でこれに乗ってくれって言うわけよ、うん、だけどルビッチ、いやこれもう壊れてるから進まないんだよって、うんうん、そしたらそのプペルが風船を膨らまし始めるのよ、うん、でその風船をこう一個一個その船につけ始めるの、うん、なんか数百個の風船がその船にくっついて、こう2人が乗り込んで行こうっつって、うん、でそのロープで繋いでたから、そのロープを外すわけよ船、うん、そしたら風船がついてるから、うん、そのままプーって浮かぶ上がるのよ、はいはいはい、船元、そう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 、これで星を見に行こうっていうわけよ、うん、でどん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 上に上がってって、煙突から出てる煙の層にそろそろぶつかるから息を止めてっつって、うん、息を止めるわけよ。でその煙の層の上の部分だ、そろそろもう煙を抜けるぞってなって、うん、しっかり目を開けててくれって言ってバーンって抜けるわけよ、うん、そしたら満天の星空が見えるの、うん、で本当にあったね、そうそうそう、うん、でルビッチは、あ、父ちゃんは嘘つきじゃなかったんだってもうすごい嬉しいわけよ、うん、でそしたらプペルがしばらく経ったら、帰る時はこの風船を一気に外しちゃダメだよと、一つずつ外さないと落下しちゃうからダメだよってことを教えてくれるの、うん、でルビッチは、え、な、何を言ってんのみたいな、一緒に帰るんだろうって言うわけよ、そうだね、うん、だけどそのプペルが、いや君といられるのはここまでなんだと言うわけよ、なんで、でなんでってなるじゃん、うん、で実はそのなくしてたって言ってたペンダントを探してたんだと、探してくれてたの、そう、あ、だからその汚れてワインって思われてたの、そう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 、そういうことなの、でそのドブ川に落としたって言ったから、うん、ドブ川の行く先っていうのはゴミ処理場だから多分そこに行ってんだろうなと思って探したと、うん、すぐ見つかるかなと思ってたんだけど全然見つからなくて、うん、でかなり時間かかっちゃったという話をしてて、でルビッチは、あ、そうだったんだと、だから臭かったんだと、僕のためにそんなことやってくれてたのに僕ひどいこと言っちゃったねと、うん、で、まあ、だけどそのゴミ人間、いや全然そんなのはいいんだと、初めて会って初めて話しかけてくれた時に何かあったとしてもずっとルビッチの味方でいようって決めてたから、うん、いうわけよ、ジーンときた、そうだからルビッチがもう涙を流すわけ、うん、でそのゴミ人間がやっと見つけたんだと、そしてペンダント、うん、で僕はすごいバカだったと、最初会った時に君が懐かしい匂いがするって言ってた時にすぐ気づくべきだったんだと言って、何、うん、実はそのペンダントがゴミ人間の脳みそだったの、頭の部分にくっついてた、そういうことをもういくら探しても見つからないね、うん、そう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 、そういうことだったのよ、うん、でずっとここにあったんだと、うん、でよくわかったね、うん、だけど前その耳が取れたら耳が聞こえなくなったのと同じで、うん、このペンダントは脳みその位置にあるから、おそらくこれを取ったら僕はもう二度と動かなくなると、うん、だけどそれもいいんだと、組み立ててすごい楽しかったよって言うわけよ、うん、でありがとうルビッチって言ってこう外して渡そうとするの、うん、だからルビッチがダメだって止めるわけよ、うん、止めちゃ、なんで止めるんだみたいな言うわけよ、うん、でもし、まあ、このまま帰ったとしても、この前アントニオに耳そられたから、またアントニオ会ったら今度こそこの全部体バラバラにされて、でペンダント取られちゃって捨てられちゃったら今度こそ本当に見つからなくなっちゃうよと、うん、だから君にあげるよと、で君はこれでお父さんの写真見られるだろうと言うのね、だけどルビッチはもうそんなのどうでもいいと、一緒に逃げようと、で君と毎日会えばそのお父さんの写真を毎日見れるんだからそれで問題ないだろうって、だから今度はプペルがジーンとして、うん、で目から涙がこぼれると、うん、でルビッチが、あ、星は本当に綺麗だねってこう星を見ながら言うわけよ、うん、で連れてきてくれてありがとうって言うわけよ、そしたらそのゴミ人間のプペルがそんなこと言って恥ずかしいじゃないかって言って、人差し指で鼻の下をこするわけよ、その時にルビッチが気づくわけよ、うん、で、あ、ごめん僕も全然気づいてなかったと、でハロウィンっていうのは死んだ人の魂がこの世に来る、帰ってくる日だったねと、うん、だからプペルが何のことって聞くと、そのルビッチが、プペル君の正体分かったよって会いに来てくれたんだね父ちゃんって言って終わる、うん、面白かった、以上、すごい子供に読み聞かせたい、うん、そんな感じだと思うんだよね、でまっすぐな思いが伝わってくる感じの、うん、そうそうそう、そんな感じでした、絵本でした、うん、すごい面白かった、うん、ね、で正直でもこれ俺読んだ時に、うん、なんかそんなに面白いかなみたいな、60万部って言ってたから、うん、もうすごいんだろうなと思ってたんだけど、うん、俺の中のピュアな心がちょっとなくなっちゃってたのかな、うん、それは知ってるだからお金にね全然感動できなくても大丈夫だよ、大丈夫かな、私が感動してる変わる、じゃあ大丈夫だでちょっとなんかそのいろいろ調べてたわけよ、うん、で
そしたらなんかその西野さんのブログに、うん、この煙突町のプペルっていう本は、うん、その映画の5分の1ぐらいしかないんだと、うん、だから 25% ぐらい、残りの 75% は全部カットしてると、そうなんだ、うん、いうふうに言ってて、うん、だからプロローグに過ぎないと、うん、てかプロローグですらないみたいな、うん、でなんか主人公も本当の主人公はルビッチとプペルじゃないみたいなこと言ってる、そうなの、うん、みたいな、うん、なってて、だからそう俺としては、あ、じゃあもしかしたら映画すごい面白いのかもみたいな、うん、思ってて、そのブログに映画の方のプロローグみたいなのが載ってて、はい、でそのプロローグはなんかこの町の200年前の話からスタートしてて、うん、で200年前ある男が腐るお金っていうのを作ったと、うん、食べ物とかってすぐ腐っちゃったりするじゃん、うん、だから買った瞬間はいいんだけど、ずっと持っていくと価値がどんどんなくなっていくと、うん、だけどお金ってのは持っててずっと価値が変わらないと、うん、だからみんな貯め込むんだという話があって、うん、だからその時間が経つとともにお金の価値が減ってくお金っていうのを発明した人がいたみたいな、うん、でそれをこうみんなに、これをみんな使おうっていうふうにやったわけよ、うん、そしたらその町の人たちっていうのはどうせそのお金って腐っちゃうから早めに使った方がいいわけよ、うん、持ってるとどんどん価値がなくなっていくから、うん、っていうんでみんながこうお金を貯め込まず使うような町になって、うん、でもともと失業者が多かった町がどんどん発展してって、うん、あ、これいいじゃんってなってったんだけど、うん、ある日それになんかそんなのやってるのを目をつけた中央銀行の人たちがやってきて、そんなお金勝手に使ってんじゃないよっつって、なんかそのお金を発明した人をこう処刑しちゃう、で、うん、その処刑された息子とその家族の人たちが、うん、このお金はすごい発明だけど、なんか元々のお金持ちの人たちとかはなんかそのお金を使われると困るから、うん、こう弾圧してくると、うん、だからどっかに逃げようって言って、うん、でみんなで船の遠い旅に出るのよ、うん、そしたらある日その崖に囲まれてる町を見つけるのよ、うん、でここでならその中央銀行のやつの目も届かないと、だからここで我々の楽園を作ろうって言って、うん、で腐るお金をそこでまた使って、うん、外から見えないように煙で外を隠そうって言って、うん、あ、それでその煙がいっぱいあったのね、うん、そうそうっていうのがこの街なんですっていう、そうなんだ、うん、から映画が始まるらしい、へっていう、なんかこれすごい面白そうだなと思っててこれ本当にその完全に何だろうね、まあ映画のための絵本みたいな、そうそうそう、あくまで絵本は宣伝だというふうに言ってて、まあ絵本も絵本もで当然その命を削って作ったと、だけど位置づけとしてはやっぱ映画がまあ本体というか本丸であって、なんか絵本は広告なんだ、絵本映画の広告なんだという話をしてて、で、あ、そうなんだみたいな、俺としてはその経済学部出てて本当は経済のためにはインフレがいいのにもかかわらず、日本経済ってずっとデフレが続いてて、うん、インフレしようと思えばやる方法もあるのに、まあ、できてない、うん、まあ、それなんでなのかなみたいなのをこうずっと考えてた身としては、うん、この腐るお金の話とかすごい面白そうみたいな、うん、気がする一方で、うん、これをエンターテインメントとして面白い映画にどうなるのかなっていうのもすごい気になるし、うん、他の映画のなんか見てると、映画の感想とか見てると感動したみたいなの書いてあって、だからまあ感動ストーリーなんだろうなと思うんだよね、結論線としては、うん、だけどこの 裏設定というかこの設定がどうなってくるのかなっていうのはすごい興味があって、まあ、面白そうみたいな、私はそこまでちょっと考えてないけど単純に絵本を楽しんだ側としてはすごい、なんだろ こうアンパンマンを見てるような安心感、そうね、確かにだからすごい、映画も一緒に、うん、なんか友達を連れてったり、うん、誰か連れてったりしてもなんかすごい安心してなんか見られるかなっていうのは、うん、多分ね、そうなんだろうね、うん、本当子供をね家族で行って楽しめる映画なんだろうなっていう、うんうん、今日はするから、プラスそういった考えを持ってる人も、うん、どういった作者がね、どういった風に思って書いて何を訴えたいのかっていうのを考えつつ見れるっていうのはすごい面白いよね、そうそうそう、大人も楽しめるし、多分ね、そんなんなってんのかなって、子供も楽しめる、親子揃って映画館へゴッみたいな、多分そんな感じだと思うな、そんな感じかな、分かんないけど、そうそうそう、だからすごい楽しみだなという感じです、うん、はい、面白かったです、以上、はい、ありがとうございました。